ビーナスライン8月、ビーナスラインは、長野県千野市から、同県上田市の美しが原高原美術館に至る、全長約76キロメートルの観光道路である。長野県の千野市街と美しが原高原をつなぐ、日本の代表的な観光山岳道路の一つ。ビーナスラインの名は、沿道にある、立品山の山陽を女神に例えたことに由来する、もので、 縦品有料道路と霧神の有料道路を合わせて呼ぶ愛称として1968年に公募で決定し無料開放後も継続して使用されている。もともとは軽井沢と上高地とを結ぶ大規模観光道路として計画された中心高原スカイラインの一部として計画されたもので長野県企業局によって有料道路として建設運営されてきたが 1986年より順次、無料開放され、2002年に全線無料開放された。中央自動車道スワインターチェンジ、中央本線地の駅から、立品高原、八ヶ岳山六、白樺湖、車山高原。国道152号、国道142号に連絡。八島ヶ原出現駐車場ヶ原の区間は11月下旬から4月下旬まで。 登記閉鎖される。道路は大きく4区間に大別でき、千の市が一白川湖間の立品高原エリア、白川湖車山霧ヶ峰間の白川高原、霧ヶ峰エリア、霧ヶ峰落合大橋間の和紙が、峰、茶臼竹脇,脇を通るワインディングロード区間、落合大橋美し久原高原間の急勾配、最高所に至る区間と、それぞれ違う特徴を持つ道路で構成される。 八ヶ岳中心高原国定公園の高原地帯を通るルート上には、立品高原、白樺湖、車山高原、霧ヶ峰、八島ヶ原湿原、美櫛ヶ原高原といった観光地が並び、森林や高原地帯をワインディングロードで抜けていく、日本有数の景観を誇る地にある。長野県道40号諏訪白樺湖小諸線の沿線は、 レジャー施設が集まる白樺湖や、なだらかな丘陵地を登ると草原が広がる車山があり、八ヶ岳連峰や南アルプス、乗倉岳、北アルプスの山々を望むことができる。澄み渡った天候が良い日であれば、富士山まで遠望できる。霧ヶ峰は、7月頃に、高山植物の日光紀すげの花が、長野県道40号諏訪白樺湖小諸線の沿道で咲き乱れる地で知られ、 長野県道194号霧ヶ峰、東持谷線の沿道に、国の天然記念物に指定される蜂、島ヶ原湿原がある。霧ヶ峰周辺では、春から秋にかけての早朝、雲海となることもある。和田峠付近で、国道142号と、落ち標高、約2000メートルの道の駅美しヶ原高原からは、上田盆地と北アルプスを一望にできる。 美しが原スカイラインも中心高原スカイラインの一部として計画されたが、環境保護のため一部区間が工事が中止され、その名残として今の道路が残されている。ありがとうございます。